おはようございます。おはようございます。また今日もすいませんね、変な小道具を買ってしまいました。絶対これ怒られるのは嫁さんには見せられるんですな。はいはい。ところでですね、今日も最高のお天気ですね。もう見てください、青空がとても気持ちがようございます。今日はあんまり運動会、今日日曜ですけどね、あんまりパン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 って運動会の花火爆竹ならなかったですね。やっぱ先週が多かったですね。先週ほら台風来たじゃないですか。だから月曜日パン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 言ってましたね。はいはい。でもですね、やっぱもう運動会も終わって稲刈りかなと思いますけどですね、輪島漆器仏壇って一生懸命頑張っておりますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい。でいつものお約束、はい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 、俺の旗がちょっと、あ、いかん、ちょっとカメラが下すぎるわな。段取りがええな、相も変わらずな。あ、いや、段取りのいい56歳のおっさんでございます。さあ、ではいつもの、おや、あっちゃったな。10月の14日日曜日、ビューティフルサンデー、7時まで営業、いつものお約束。今日も元気に営業中。いやかや、いやでも最高だな、気持ちがいいな、やっぱりですね。やっぱもうこういう、やっぱ一年のうちで一番素敵な季節でございます。この季節大好きでございます。さあ頑張ります。